るこちらのカフェ、 SDGs に取り組む先進的なカフェだということなんです。こちらのパン屋さんということですね。失礼します。こんにちは。おいしそうなパン、いろいろパニーニはいろいろ種類があっておいしそうですね。従業員の方々が生き生きと働く姿が印象的なスワンカフェ&ベーカリー。ここでは障害のある方々が従業員として働いています。運営している株式会社スワンは黒猫大和の宅急便の生みの親、小倉正夫さんが設立した会社です。障害者の方が幅広くいろんな職種で働いているのがこの赤坂です。なるほど。どうしてこの障害のある人とパン屋であったりカフェをしようということになったんですか？1993年にあの大和福祉財団というのを宅急便の創始者だった小倉が作ったんですね。で、2年後に阪神大震災があって、で、多くの被災した作業所を回った時に、その当時あの1ヶ月でもらってる給料が1万円未満だったんですね。そんなに安いですね。そうですよね、はい、そうすると障害者の方もやっぱり自立して社会参加できるようにしなきゃいけないんじゃないか。じゃあそういった自立したり社会参加できるお給料をもらえる商売はないかな、で、お客さんに喜んでもらえる商売はないかな、まあ、たまたまあの冷凍生地を扱っている高木ベーカリーの社長とお会いすることがあって、でパンだと、食べればなくなっちゃうし、でまた美味しいものを作るとまたお客さんが何度も買いに来てくれるし、でお客さんからありがとう美味しいよって言ってもらえると、で障害者のやりがいになるのってこのパン屋だよねっていうんでパン屋をスタートしたのがきっかけです。一人一人が主人公になろう、明るい接客でお客様を笑顔にしよう、ルールを守ってお客様の喜ぶ仕事をしようというのがスワンのスローガンです。ここ赤坂店にはこのスローガンのもと勤続20年近くになるベテランの方もいます。こちら、たまりましたら、はい、プチ食パン、お好きなプチ食パンをプレゼントさせていただきます。19年働いているということですが、働くことをどんな風に感じていますか？おお、ね、レジでミスタッチもしていることもありますが、頑張っております。楽しいこととは、まあレジは、緊張しておりますが、楽しくやっております。そうなんですね。大変お待たせいたしました。どうもありがとうございます。こんにちは、失礼します。普段はどんなお仕事をされてるんですか？普段はパンを作って揚げ物を揚げたり。働いてどれくらいになるんですか、期間は？とここ来て21年です。あ、21年。今年で21年です。なるほど、じゃあもう大ベテランでいらっしゃるんですね。高校行かず、中学卒業して前の会社で10年間働いて、前はバイトやってたんですけど、程度になってパンを作るのが楽しいです。パンを間違え、作り方を間違えないように気をつけながら、はい、やってます。なるほど、そうですよね。社長の江浦さんは障害のある方が生き生きと働くために気をつけていることがあると言います。障害者の方が生き生きして働くために褒めてあげるってことが必要なんです。常にあの小さなことでも見つけてあげて褒めてあげる、そういった部分がなかなか健常者同士やってるとそこら辺に気づきっていうのがないけども、そういった気づきを、あの一緒に働く人が、身につけるというか、なるほど、こっちが気づかされるみたいなこともある。
スワンベーカリーは1998年に1号店がオープンしてから、現在では直営店5店、加盟店が22店、合計27店が全国に展開しています。わあ、パンもちもちですね。中にはチョコレートがたっぷり入っています。いただきます。ケースが入ってますね。スワンベーカリーではお客さんにスワンのパンが食べたい、スワンのカフェに行きたいと思ってもらえるような愛されるお店を目指して日々取り組んでいます。株式会社スワンではベーカリーの他にスワンクリーニングも運営しています。作業靴やヘルメットを洗浄、除菌、メンテナンスすることで、今まで使用済みで廃棄していた作業靴やヘルメットの再利用を可能にし、さらに障害者の雇用も実現しています。ここは去年の10月に立ち上がったクリーニング場です。なるほど。あ、もうこちら洗濯機あるわけですね。これ靴を洗ってます。これ中にあるの靴なんですか。はあ、本当だ。作業靴ってもともと使い捨てが多いです。アルバイトさんとかすぐに辞められてしまう方とかいっぱいいらっしゃるわけです、はい、で派遣さんとかもその時だけ必要なで来てもらってっていうことで、いくらでも使える靴があるんですね。今まではそれを捨ててました。やっぱり使えるものは使っていこうっていう、まあ、こういう考え方で、再利用して洗えないものかっていうことで、いろいろこう研究を重ねてね、どうやったら洗えるんだろう。どうですか、だいたい年間で捨てていた頃は年間どれくらい捨てることになってたんですか。年間で、そうですね、捨てるのがどうだろう、5、6万足ぐらいは捨ててるんじゃないですかね。なるほど、それが再利用になったんですね。でも全部が全部使えるわけじゃない。やっぱりボロボロになるような靴もあるので、ですからだいたい半分ぐらいはなんか使えるんです。だいたい5、6万足ぐらい捨ててた中で、我々の目標は一応月に2000足、年間で2万4000足ぐらい洗おうかっていう計画を立てていて、今だいたい月に1700、800ぐらいなので、もうちょっとしたら一応目標までは届く。で、全国の70カ所ぐらいヤマト運輸っていうのはベースを差し分け場所があるんですけども、まだ全然利用されてないところももちろんあるんですけど、だいぶ広がってきます。これは今何の作業をされてるんですか。これは洗い上がった靴の形を整える作業と、あとは水分除去をやってます。なるほど、これはでも手作業なんですね。これは全部手作業ですね。靴の形上どうしてもつま先の奥の方に水が溜まってしまったり乾きが悪かったりするので、まず吸水用の布を入れて、はい、で布に水分を吸わせます、うん、で一応ある程度の水分が取れたのを確認してから、あとは靴が乾いてしまうと形がそのままになってしまうので、綺麗な形で乾いてもらうように整える作業ですね。羽田クロノゲートには物流作業で働くたくさんの人がいて、自分たちがクリーニングした作業靴を目にすることができ、スワンで働く人のやりがいにもつながっています。今後展望としてどうお店をしていきたいか、どんなふうに考えていらっしゃいますか。パン屋自体はそんなに大きく広げていくつもりはないんですけども、やっぱ障害者の方が長く働けるような環境を作っていきたいな。でベーカリーだと割と立ちっぱなしの仕事なので、年齢とともに体力だったり物をパンの数を覚えたりとか難しいので、きれいな形で清掃業務とか、クリーニングとか、で今羽田の売ったりシューズクリーニングとか、そういった部分に本当にやりがいが持てるような仕事、楽しくできるような仕事を広げて、長く働
働ける職場環境を作っていきたいなって考え。ベーカリーとクリーニングそれぞれ取材をしてみて、働いている方が明るくすぐに話しかけてくださるのがとても印象的でした。みんなが褒め合いながら働く、私も大事なことを教えていただきました。